ヒーローインタビュー行きます。重いので、もしよろしければ。もっと重いじゃないの。はい、もっと重いです。はい、じゃあ小林さん、まずは、優勝おめでとうございます。初優勝ですね。はい。まずは今。いや、嬉しい。今度半分ぐらい。って感じですが、今日ね、長野の方からアイドルいらっしゃいただきました。決勝戦、そうしますとですね、組み立て方、並びにあの最初の、自主決定戦の勝ち方、まずウィニングランかな。ディープクラッキーの。ディープクラッキー。どこに。どこに。カラーは何、どんな。裏折れ。裏折れ。はい。裏折れ、裏折れ。沖の表層にいるのを買って。中等層。ただスプーンが今入ってことは合わなくて。中等に行って、はい。そういった感じです。ということですね。表層にいたの、グラウンドで、ゆっくり見てみます。てな感じの、パターンがございましたということで、ゆふみくろさん、おめでとうございます。はい、年末のね、ハブの里で、行われます、マサズの方に、もうぜひ、行っていただきたいと思います。で、ホームですね、ということですね。はい、ということで、優勝者並びに、表彰台の皆さんでした。おめでとうございました。